ホンダ CR-V、CR-V、CR-V CR は、ホンダ技研工業が生産、販売している、ミドルサイズの SUV である。初代、二代目は、シビックのプラットフォームを元に開発されたが、三代目からは、北米専用車種、アキュラ RDX などと共通のグローバル、ライトトラックプラットフォームを使用し、18インチタイヤの装着を前提にした。 最適設計を行った結果、アコードと並ぶ動力性能を手にしたと言われる。なお、全モデルで共通して全幅が 1700mm 以上あるため、ンナンバーボディとなる。駆動方式は、基本的に 4WD であるが、一部 FF もある。高い最低地上高によって、道路状態の劣悪な災害地でも走破性を発揮できることや、 コストパフォーマンスの良さなどから公益財団法人献血供給事業団の血液、搬送車のベース車両として多く採用されている。1995年10月9日にオデッセイに続くクリエイティブムーバーシリーズの第2弾として登場。後に登場するオルティアとエンジン、シャシー、プラットフォーム、ベースは e k ーシビックのもの共用している。当初は クロスオーバー SUV でありながら、全車コラム4足、AT デュアルポンプ式 4WD 車のみの設定、乗用車としては、珍しいステッキ式、パーキングブレーキを採用、前後ウォークスルーも可能、当時としては、珍しい、排気量 2.0L 以下の3ナンバー SUV で、あるなど、アクロ走破性よりも居住性、実用性を重視したモデルであった。さらに、 オフロード走行に重点を置いた、ラダーフレーム式の SUV とは一線を画す、都会的で、スタイリッシュなエクステリアデザイン、乗用車譲りの運転しやすさ、居住性の良さ、低廉な価格などが評価された。正確には、CRV 発売の1年前には、同様のクロスオーバー SUV であるトヨタロブ4が、発売されてはいたが、後から出たモデルということもあり、 商品力に長けた CRV が勢いに勝った。CRV 登場以前は自社生産の SUV を持たないホンダが販売上苦戦していた積雪地、寒冷地では発売されると市場待ちの列ができ、納車まで最長3ヶ月待ちとなるほどの高セールスを記録した。後に追加された MT 車はフロアシフトとされ、駐車ブレーキもサイドレバー式となったため、 ウォークスルーに適しているのは AT 車である。エンジンはビテック被採用の B20 バイト型のみを搭載しており、軽量なボディとも相まって動力性能は十分であったが、FF ベースのスタンバイ 4WD、デュアルポンプ式を採用していたため、非積雪路での燃費は他車同等クラスの 4WD 仕様と比較しても良好であったものの、 後輪への駆動力の伝達がスロットルコントロールに対してリニアではなく、緩慢かつ唐突、スタックからのリカバリーやブラックアイスバーンなどの低ミュージでのコントロールは特に難しく、そのような場面の走行性能は国評を受けた。しかし、CRV は過剰なオフロード性能を排して、基本的にシティユースというコンセプトで作られており、また、 よほどのオフロードや新設でもない限り問題ない、ロードクリアランスを備えてを、日常的な仕様では特に他社製のスタンバイ4、WD 式クロスオーバー SUV に劣ることはない。1997年10月のマイナーチェンジで、ABS、エアバッグの標準設定、AT 制御の改良、デュアルポンプの改良、MT 車の設定、145PS などが行われた。 AT 社はスマートスケープ、MT 社はアクティブスケープと呼ばれるようになり、合わせて一部車体色の差し替えが行われた。当初は右ハンドルのみ、日本国内専用車として開発され、輸出使用車の生産予定はなかったが、北米ディーラーの要望から、左ハンドル車が開発、世界各国に輸出され、海外でも人気を博する大ヒット車であった。 1998年12月のマイナーチェンジで、スペアタイヤ位置を背面から床下吊り下げに変更したシングレードのフルマークを新設した。またそれに合わせて、従来のモデルをパフォーマットネーミングした。動力面では、MT 車、AT 車どもに、エンジン出力が 150PS に改良され、別車、ピークルスタビリティアシスト装着車を設定し、 衝突安全性能の向上策も実施された。このマイナーチェンジを機にホイールもボケ結化されている。また、FF 車も設定された。2018年に制作された RW 系のテレビ CM オープンマインドビヒクル編では、1999年式の当モデルとすれ違うシーンが登場している。2001年9月18日にフルモデルチェンジ。エンジンは、 計2 0アンペア型が搭載され、初代で国標を受けた 4WD システムも大幅に進化し、ミドルクラスクロスオーバー SUV としては十分な性能となった。トランスミッションは4速 AT と5速 MT。室内居住空間を重視したのは初代モデルと同様である。また、エクステリアデザインもキープコンセプトながら、さらに都会向けにリファインされたものの、 樹脂パーツも多用するなど、アウトドアライフを連想させるデザインとなっている。インテリアでは、初代の特徴であった、広く開放的な室内はそのままに、インパネと一体型の個性的な、パーキングブレーキレバーや、メーター横に伸びた、シフトレバー、大型のドアポケット、ペットボトル飲料の保冷、保温ができる、インパネマルチボックスなど、SUV のワイルドさとミニバンの使い勝手が、 融合した特徴的なインテリアであった。タイヤは北米からの要請でランニングコストを抑える目的で他の SUV よりも小さめのものになっている。しかし、セールス面では日本国内での SUV ブームの沈静化や従来のプリモベルの店併売からベルの店の1000倍になったこともあり、初代モデルほどの数字は記録できなかった。反面、北米、欧州、 アジアでの評価が非常に高く、アコード、シビックに続く全本田社中第3位の販売台数を誇り、世界的にはヒットした成功作といえる。2004年9月22日に行われたマイナーチェンジでは既存の K20 アンペア型を廃止し、当初から北米仕様に設定されていたアコードやオデッセイ、エレメントに搭載されている K24A 型が全車に採用され、 トランスミッションもすべて五速 AT となった。なお、欧州仕様では AT 比率が非常に低いため MT 車が継続販売され N22A 型ディーゼルターボエンジンが追加された。英国スウィンドン工場で生産されている CRV は北米に輸出され現地の会社でないにもかかわらず台米輸出台数が1位となるなど大きな人気となった。中国では 東風ホンダギの最初の車種として2004年4月24日から生産が開始され、5月12日に発売が開始された。なお、上海モーターショーにデザインの告示した中国製自動車が出展され、物議を醸した。日本では2006年10月12日発表し、13日に発売した。北米は2006年9月。 欧州は2007年1月発売従来の角張った箱型ボディから一転、欧州車高級 SUV の雰囲気のようなプレミアム感を演出し、全体的に丸みを帯びたグラマラスなボディをまとうこととなった。ボディサイズはさらに拡大され、全幅は 1820mm となった。このことで、車格も一ランクアップし、日本市場で今までライバルとされた車種より装備。 質感、価格帯は大幅に上回った。当初のコンパクトクロスオーバー SUV から、ミディアムサイズクロスオーバー SUV となったか。これは、SUV ブームが鎮静した日本市場よりも、販売台数が多い北米市場からの大型化の、要請、及び、欧州、アジア市場からのプレミアムクロスオーバー SUV 化の、要請を意識したためである。日本市場におけるこれまでの初代、 二代目の社格ポジションは2007年2月発売されたクロスロードが事実上の受け皿となった。エクステリアデザインはフロントマスクは同社のステップワゴンなどと共通のデザインモチーフが採用され、サイドウィンドウの線形のラインは初代ストリームを彷彿とさせるクーペ的フォルムなっており、さらにメッキモールを施して全体的にプレミアム感を演出した。また、初代 二代目と背面に背負っていたスペアタイヤを全体不由かした収納となりテールゲートも横開き式から羽状式に改められた。また、見た目の高級感を重要視する日本市場の上位グレードにはバンパーおよびボディサイドシルのプロテクター部分をメタリックグレーの塗装を施してさらなる高級感を出し 4WD レンカグレード X 及び北米、欧州、アジアタ仕様では バンパーはバンパーらしくとの声から、同部分が黒色の腹木となる。インテリアもワイルドで機能性重視の初代、二代目からプレミアム重視のインテリアとなり、全体的にシンプルなデザインであるが上質な雰囲気を醸し出している。初代、二代目に設定されていた折りたたみ式、センターテーブルが配され、代わりに大型センターコンソールが装着されたことで前後、 ウォークスルーが不可能になった。さらに、左右独立エアコンや、ステアリングテレスコピック機能、イモビライザーなどを、全グレードに、標準装備、運転席、助手席、パワーシートと運転席には、シュクラ製の電動ランバーサポートを一部順、装備するなど、高級セダン車並みの装備が特徴で、4WD レンカグレード、X を除きヒーター付き本側シート、黒。 またはベージュもオプションで選択可能である。動力性能面では、エンジンが2台目モデル、後期型の K24A 型のままの末置き、北米モデルでは、エンジン形式は、K24Z だが、170PS にチューンアップ、され、ドライブバイワイヤーを採用した。4WD システムも、デュアルポンプのクラッチ容量アップとワンウェイカムユニットの追加により、 伝達駆動力とレスポンスアップを図り、全体的な底上げが施された一方、エアロダイナミクスを了化するため、ボディテーブにアンダーカバーを配するなど、新しい取り組みもある。走りの性能は、ベース車となっているアコードを模範とし、特に、日本、欧州市場からの要請であった、SUV にしてはタイヤが小さいの声に応えるため、18インチタイヤが、 標準装着できるシャシーとなって全体的な動力性能が大幅に向上した。安全装備は全グレードに別車を標準装備したほか18インチタイヤや最上位グレードザキシー 4WD ズリー FF には AFS CMBS i h a c ク、サイドカーテンエアバックシステムオートワイパーオートライト ホンダスマートキーシステムなどを標準装備し、ホンダの上級セダン車種以上に充実した内容となった。2007年4月18日、中国使用者が発表。中国市場では2009年に年間販売台数が10万台を突破する人気車種となっている。2007年9月20日に、初のマイナーチェンジが行われ、シングレード ZX HDD ナビ、 4WD ZL HDD ナビ、FF が登場した。同時にザキシー 4WD ZRI FF に木目調パネルを採用し新色が追加された。2008年2月21日に特別使用車、ZX エクスクルージブ、4WD ZL エクスクルージブ、FF を発売した。アルカンターラインテリア木目調パネル HDD ナビを標準装備し、ボディカラーは専用色を含む4色のみ設定された。2008年8月28日にマイナーチェンジが行われた。シングレード、ZX、アルカンターラスタイル、ZX、レザースタイル、ZL、アルカンターラスタイル、ZL、レザースタイルが登場した。2009年9月17日、3回目のマイナーチェンジ。 スマートなデザインのフロント周りとなり、アルミホイールは新デザインとなった。内装は、前席アームレストの長さと幅を広くし、角度調節機能を追加したほか、シート表皮やドアグリップなど変更された。ボディには遮音材などを導入し、静粛性を向上した。本ン HDD インターナビシステムは、改良を行い、HDD ナビアルカンターラスタイル、HDD ナビレザースタイル、 ザキシーズリーにはインターナビシステムを標準装備した。北米仕様ではエンジンが 166HP から 180HP にパワーアップ、燃費も 1MPG 向上した。2011年2月10日、FF 車の ZL4WD 車の ZX をベースにインターナビシステムとスマートキー、キーに個付けを装備した特別使用車、HDD。 ナビスマートエディションを発売した。2011年11月16日から11月27日に行われるロサンゼルスオートショーにおいてフルモデルチェンジとなる4代目 CRV が発表された。日本国内向けにもティーザーサイトがオープンされ2.0リットルモデルの追加や新開発 4WD システムの採用が告知された。その後、 11月28日にフルモデルチェンジが正式発表された。販売は12月2日。外観はフロントバンパーが空力性能を考慮した形状となり、テールゲートガラスが広い加湿と躍動感を生み出す。ために曲率を大きくするなど、強さと機能性を表現した元となった。インテリアは利便性と快適性をもたらすセンターディスプレイ、本来インターナビと、 セットでメーカーオプション設定を採用するなど、運転に集中していても、走行状況が把握しやすく、スムーズな操作を可能としている。三代目に比べ、ボディサイズは若干小さくなっているが、室内長を 225mm、加湿容量を65リットルそれぞれ拡大し、扱いやすさや使いやすさを向上した。エンジンは、 二代目後期で日本では廃止となっていた2.0リットル仕様を復活させた。その理由はお膝元生産拠点である日本国内でも売れてほしいというメーカー自身の願望からである。低速域から力強いトルク特性と低燃費を両立した R20 アンペア型となりエンジン性能を最大限に引き出すため CRV では初採用となる。 トルクコンバーター付け CVT が搭載された。3代目と同等の発進、加速性能を発揮するとともに、各部の低フリクション化を徹底したため、JC08 モードで 14.4kmL の低燃費を実現した。また、2.4リットル仕様も圧縮比などを高めたことで3代目に比べ出力を 20PS 向上するとともに、2.0リットル仕様と、 同じく徹底的に各部の低フリクション化を行ったことで燃費を向上した。なお、燃費向上により2.0リットル仕様は平成27年度燃費基準、2.4リットル仕様は平成22年度燃費基準プラス15%をそれぞれ達成した。さらに、2.4リットル仕様には電子制御によって降臨の駆動力を緻密でかつ素早くコントロールして、 雪道での発進やコーナリング、途半における安定性を高めた新開発の四輪駆動システム、リエルタイムオード、インテリジェントコントロールシステムを搭載した。欧州やオセアニア市場向けには、仙台同様 MT 使用車も設定されている。過失については、サイドライニング部のレバーや、 シートクッションサイド部のストラップを引くだけで、シートクッションが持ち上がると同時にシートバックとヘッドレストが格納され、簡単に過失を広くすることができるほか、低床・フラット設計により開口口部地上高が低くなり、荷物の出し入れもしやすくなっている。グレード体系は 20G と 24G の2グレードで、駆動方式は 20G が FF、24G が 4WD となる。 2011年12月20日に韓国市場にて発表、発売開始した。駆動方式は日本国内使用同様に 2WD、FF と 4WD が設定されるが、エンジンは2.4リットルのみとなる。2012年2月22日に中国市場にて発表、発売開始した。2012年10月11日、一部改良を行った。 新たに全席用イ、サイドエアバッグシステム、助手席乗員姿勢検知機能オフ、サイドカーテンエアバッグシステム、全席、後席対応を標準装備した。ボディカラーには、オブシダンブルーパールを追加した。合わせて、本側シート運転席助手席、シートヒーター付け運転席8ウ a イパワーシート、スライド、リクライニング、ハイト前、コ運席ランバーサポートとホンダインターナビ。 リンクアップフリー、センターディスプレイ ETC 車載機、ナビゲーション連動を標準装備した 20G レザーパッケージ、24G レザーパッケージを追加した。2016年7月31日に日本国内向けはマイナーチェンジを受けることなく大ヒットとなったベゼルに吸収される形でオーダーストップ、生産終了が決定。7月以降は在庫対応のみとなり、 8月に HP 上から削除された。2015年モデルではフェースリフトを受けた。エンジンは最新のアースドリームテクノロジー採用2.4リットル直噴となり 185HP 6400rpm 245ナノメートル 3900rpm を発生。5AT に代わり CVT と組み合わされパフォーマンスと燃費が向上した。エクステリアは フロントフェイシア、リアフェイシアやミラー、ホイールデザインなどが改良された。ボディも衝突安全性が向上1.1インチ全長が伸びた。足回りではサスペンションが改良され、エンジンに合わせてサブフレームも変更されている。ステアリングレシオは16.71から15.591になった。ツーリングモデルでは CRV で初めて、 パワーテールゲートが採用された。ホンダセンシングブランドの一部として、CMBS やルコスが北米本ブランドとして初設定されている。インテリアではセンターコンソールが改良され、スライドアームレストが採用された。欧州仕様では2.2リットルディーゼルエンジンが AT、MT ともにラインナップされている。2013年に1.6リットルディーゼルエンジンを追加。 2WD の m t c 様のみ。2015年モデルでは、マイナーチェンジが行われ、エクステリアや足回りが改良。エンジンでは2.2リットルディーゼルに代わり 160PS を発生する1.6リットルディーゼルエンジンに置き換えられた2 w d 仕様には2013年に登場した1 2 0 h p 仕様1 6リットルディーゼルが引き続き採用される。 AT モデルでは急速 AT を新たに採用、ディーゼルエンジンにも適用される。インテリアでは、インフォテインメントシステムとして OS に Android 4.0、4、ソックに n v i d i a Tegra 3を採用した、ホンダコネクトを初搭載した。5代目 CRV は、2016年10月の北米市場での販売を皮切りに、中国、東南アジア、南米、ロシアに随時投入され、 2018年には欧州市場向けが5代目にフルモデルチェンジ。世界の主要市場で唯一系譜が途絶えていた。日本においては2018年8月に5代目を発表。2年ぶりに日本国内市場への復活を果たした。5代目は10代目ホンダシビックから採用された新世代プラットフォームへ刷新。シャシーはフロントにマクファーソン式。 リアにマルチリンク式、先代はダブルウィッシュボーン式のサスンションを採用。また、コンプライアンスブッシュを液風タイプとしたほか、デュアルピニオン EPS や VGR、可変ステアリングギアレシオにより、ハンドリング性能と快適な乗り心地の両立をっている。さらに、体型ディスクブレーキや電動ブレーキブースター、ガソリン車のみを採用し、高い制動力と、 ダイレクトなブレーキフィールを実現している。パワートレインでは CRV 発となるハイブリッドモデル、スポーツハイブリッド iMMD を採用。2.0リットルエンジンは新形式の LFB 型、モーターは H4 型を搭載する。走行状況などに応じて EV ドライブモード、ハイブリッドドライブモード、エンジンドライブモードの3つのモードをシームレスに切り替え。 低燃費と力強い走りを両立の目指した。また、スポーツハイブリッド iMMD 搭載車では、初となる 4WD を新設定。電子制御で前後輪の駆動力配分を緻密かつ、素早く行うリアルタイムオードを採用している。ガソリンモデルは、9廃ギギグ RVTC を備えた、直噴1.5リットル、ビテックターボエンジン、L15 バイト型を新搭載。 専用開発のターボチャージャーにより2.4リットル自然吸気エンジンに匹敵するトルクと高回転まで伸びやかなパワーフィールを獲得したとホンダは説明している。先代モデルが搭載していた2.4リットルエンジン K24A 型と比較すると排気量は大きく縮小されたものの最高出力は全く同数値の 140kW を発揮し 最大トルクは 18NM 向上している。パッケージングでは、歴代 CRV の強みをさらに強化しており、後席の足元スペースを先代モデルに比べ 50mm 拡張したほか、シートクッションやシートバックの延長により、ホールド感を高めるな、後席の快適性が向上。また、ワンアクションで大空間が出現する後席、ダイブダウンにより、 過失長 1830mm のフラットな空間が出現する。ガソリンモデルには5人乗り仕様に加え、歴代 CRV で初設定となる7人乗り3列シート仕様を用意。燃料タンクの扁平化をはじめ、フロアやルーフ周りの設計を徹底的に突き詰めて居住スースを確保したほか、三列目シートにも内部にスプリングを使用するなどして、三列目シートの 乗員の居住性にも配慮している。予防安全性能では、安全運転支援システム、ホンダセンシング、ホンダセンシングを全車に、標準装備。五代目には、衝突軽減ブレーキ、CMBS、ミリ波レーダー単眼カメラ方式、誤発信抑制機能、歩行者事故低減ステアリング、路外逸脱抑制機能、渋滞追従機能付けっく、アダプティブクルーズコントロール、 ルコス、車線維持支援システム、先行車発信お知らせ機能、標識認識機能、オートハイビームの各機能が備わっている。その他の装備面では、日本市場向けホンダ車として初設定となる、ハンズフリーアクセスパワーテールゲート EX マスターピース、ハイブリッド EX マスターピースに標準装備を採用。また、 メモリー機能負の運転席 8way パーシートをはじめ、ドライバーの腰への負担を軽減する運転席 4way 電動ランバーサポートや、大開口の電動パノラミックサンルーフ EX マスターピース、ハイブリッド EX マスターピースに標準装備などを設定する。エクステリアデザインでは、先代モデルに対し最低地上高を 40mm アップ、ガソリン 4WD 車。 加えて、ワイドトレッドカとト18インチの大抵体や、大きく張り出した前後フェンダーにより SUV らしいデザインとしている。また、フロントビューは、フル LED ライトを採用し先進性を強調。面全体として光るヘッドライトや、光量が中心に向かって、グラデーションになるポジションランプなどを採用している。なお、ボディサイズは、先代モデルに対し全長はプラス7 0ト、mm、ル。 全幅はプラス 35mm、ホイールベースをプラス 40mm 拡大。前高は、FF 車が 5mm 低くなり、4WD 車は 5mm 高くなった。インテリアにおいては、立体感を引き出しながら、上質に仕立てた本革シート、EX マスターピース、ハイブリッド EX マスターピースに、標準装備や、光沢と独特の深みある色合いに折り上げた表皮の、 ファブリックシート EX、ハイブリッド EX に標準装備を採用。また、インストルメントパネルやドアライニングなど、目や手が触れることの多い箇所には、素材の持つ個性を際立たせた木目調素材やピアノブラックのパーツを採用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。